ガンバことは、主に子供の間で行われるボールを使ったゲームの一つである。同様のゲームが全国各地で見られるが、それぞれ故障が違う場合が多い。大学落とし、天下落とし、天下、原爆、ドッジピンポン、元大中小など、神戸近辺では、インサと呼ばれている。英語で、フォースクエアと呼ばれている。一般的には4人で行われることが多い。 4人以上の参加者がいる場合には、残りの参加者は枠の外で待つ。人数が少ない場合には3人、2人で行われることもある。学校の校庭、公園、道路等の平坦な場所で行われる。参加者が4人の場合には、靴もしくはチョーク等で線を引き、他の字型に4つの正方形の区画を規定する。陣の大きさは1変数メートル程度が一般的である。 それぞれの陣は、半時計回りに、天、大、中、小、または、下と規定される。一部地域では、大、高、中、小、または、元、大、中、小と規定されることもある。また、その区画は、コートの中心に円を描き、そこへ明記される。主にドッジボールが用いられる。稀に、バレーボール、バスケットボール、サッカーボール等が用いられるが、 適さない。ボールを素手で叩く、競技のため、硬いボールや重いボールを使用すると、激戦の後には、手が腫れ上がる。また、地面からのバウンドを利用するゲームであるため、適度なバウンドをするボールが好ましく、ラグビーボール等不規則なバウンドをするものは適さない。素手で握り拳を作り、その仮面でボールを叩いて、相手の陣に入れて遊ぶゲームである。天の位置にいる参加者からスタートする。 ボールは必ず自陣に一度バウンドし、かつその後相手の陣でバウンドするように打つ。自陣に来たボールはバウンドする前もしくは自陣で最初に、バウンドした後、二度目のバウンドをする前に打つ。このルールでボールを返していき、ルール通り返せなくなった者が、負けとなる。負けた者は一つ下のランクに移動し、残りの者が繰り上がる。章の者が負けた場合、枠の外で待っている参加者と交代する。 地域によっては足を用いて、相手の陣にボールを入れるルールも存在する。ボールを返すルールは上記を踏襲するが、コード中心に書かれた、天、大、中、小、または、大、高、中、小と書かれた、円内にボールが入ってしまうと、ドボンになり、そこへボールを蹴り入れた者は、どこのポジションにいようとも、小まで戻らなくてはならず、他のメンバーは、順次繰り上げとなる。 数度のラリーで決着がつくことが多く、参加者が多数でも効率よく回転していくため、小学校の休み時間等の中途半端な時間に行うのに適する。一方で、点からの最初の攻撃で決まることは少なく、適度なゲームバランスを有すると言える。個人競技であるため、野球やサッカーのような役割による不公平がなく、個人のミスが他の人間に影響しないため、 人間関係に亀裂を生じることは少ない。低い軌道で強いボールを打つと相手はコントロールしにくくなる。また、バウンドを極限まで弱くすると相手は低い位置でかつ他の陣へ入れるため強く打たざるを得ず有効である。オクトパス両手及び体をタコのようにくねくねと動かしながら打つ技。ビッグバン力強く叩き。 相手のミスを誘ったり、相手陣地の後方までボールを飛ばすこと、ありがとうございます。